横川宮虫の部位横川宮虫は変形動物門球虫綱なぎ性球虫アコウゴ、高級注目医療宮虫科に属する動物、象徴に寄生する人体寄生虫の一種。和名は台湾のアユから初めてこの寄生虫を検出した医学者横川忠にちなむ。成虫の体長は1から1.5ミ、mm、リメートルで、ほぼ楕円型で、死有動体である。 極東に広く分布するが、日本では近年減少傾向にある。しかし、日本において依然として、感染報告者数、第2位の規制中である。下に示すようにアユやシラウオといった、淡水魚が、中間宿主となるため、アユ漁の盛んな島根県康津川流域や、シラウオ漁の盛んな茨城県霞ヶ浦周辺の、住民に感染が見られた。 人の糞便中に産み落とされた中卵は、すでに中に、ミラキジウム陽性が、孵化寸前の状態にまで発育している。中卵は、水中や土壌中といった外界では孵化せず、第一中間宿主となる炭水産の巻貝カワニナに、食べられると、その体内で孵化する。ミラキジウム陽性は、カワニナの体内で変態し、口のないスポロキスと陽性になる。 スポロキスト陽性の体内は未分化な肺細胞で満たされており、これが分裂して肺に分化し、大きな口を持ったレジア陽性となる。スポロキスト陽性の体表を破ってカワニナの体内に脱出したレジア陽性がこの大きな口で活発に宿主の体組織や競争者となるカワニナ体内の他の寄生虫陽性を接触して、 成長すると、この体内にも、やはり未分化な肺細胞が生じ、これが分裂、肺に分化し、成虫を小型にして、遊泳のための尾をつけたような形態の、ケルカリア妖精となる。レジア妖精の体内で発育を完了した、ケルカリア妖精は、レジア妖精の体表を破って、カワニナの体内に、さらにカワニナの体表を破って水中に輸出し、第二中間宿主の淡水魚に、 体表から侵入する。淡水魚の体内に侵入したケルカリア陽性は、鱗の下や筋肉内で遊泳のためのを失い、機能分泌して、これにくるまれ、感染型陽性であるメタケルカリア陽性に変態し、これを人などが食べると、小腸に感染して成虫にまで成長する。少数感染の場合、ほとんど自覚症状がない人が大半だと言われているが、 多少下痢が多くなる程度なので、自覚症状の存在を強く意識していないだけで、あるとの見方もある。多数感染の場合は、腹痛や下痢などの症状を、はっきりと示すことが多くなり、慢性カタル性腸炎の原因になると言われる。さらに、症状の重毛の間に侵入することが、慢性炎症につながるとする説もある。中間宿主となる愛や、 白魚などを加熱せずに食べないことが第一であるが、鮎の背越しや白魚の握り寿司などは広く認知された伝統料理でもあり、少数感染では深刻な症状を起こすことが稀で、成虫の寿命も短いため、特に真剣に感染予防の措置が取られていないのが現状である。非加熱の鮎や白魚を食べないように心がけていても、焼きすぎて味覚を損なわないように調理された鮎の塩焼きの 体内で生焼け状態の組織に少数のメタケルカリア陽性が生存していたり、鮎を調理したまな板に脱落したウロコなどからメタケルカリア陽性が付着して、ここを介して他の食材に付着して感染源となることが報告されている。近年では生白魚が鮮度を保った状態で流通するため感染者数が増加している。横川急中症の治療には 早朝空腹時に、プラジカンテルを投与し、約2時間後に下剤を与えて、排泄を促すのが苦中に有効である。ありがとうございます。